って思った通りに踊れるってすごくない？今なら洋楽のかっこいい PV とかアイドルのかわいいダンスとか全部できるんだよ。頭で思うことが本当になるとか夢みたい。あ、夢なのか。ん？じゃあ甘いもの食べるの想像したら本当に食べられるかも。言われなくても、こう生クリームマシマシチョコソースたっぷりのクレープを。あ、何も味しない。やっぱダメか。そんな都合いいわけないよね。なんで黙んの。仕方ないじゃん、甘いものの誘惑は超手ごわいんだから。見た目可愛いし、口に入れたら幸せだし、ほぼ毎週新しいの発売されるし。だからスイーツが悪い、絶対そう。もちろん節制しなきゃとは思ってるよ。でもいざ目の前にあるともうダメ。実はさっきも部屋にあったお菓子バクバク食べちゃって。だよね。だって満腹感も全然ないし、それにとっておきの秘策だって用意してんの。ズバリ食べた分踊る。知ってる？ダンスって全身運動だからめっちゃカロリー消費すんだよ。で、ここは夢の中、どんなハードなダンスもきっとできる。もちろん私頑張るよ。でもできれば君も一緒に頑張ってくれるともっと頑張れそうだなぁ。なんありがとう。いろいろアドバイスとか頼むね。プロのモデルさんってちゃんと体作ってて、ポージングすると筋肉のラインがシュッと出るの。そういうの憧れるし、憧れるだけじゃなくて私もそうならなくちゃって。だからこんなせっかくの機会、ちゃんと節制してしっかり運動しないとね。まずはさっき食べたやつを全部なかったことにしたい。食べたのはね、板チョコ2枚とビスケット1箱、あとフルーツグミ1袋とお団子3本、ドーナツは半分残しといた。言うほど大した量じゃないよね。どれくらい踊ればいいかな。あ、ポテチも1袋開けたんだった。甘いものじゃないから脳幹？